偽物の母乳がネットで販売されているという情報が始まりでした。母乳が出なくて苦しんでいるお母さんがたくさんいるということが背景にあります。日本では今母乳で赤ちゃんを育てるということがいいとされています。でも実際には出産すれば自然に出るというものではありません。連載の第1部ではこうしたお母さんたちの思いを伝えました。9日から始まった第2部はお母さんを支えるお父さん、そして母乳育児を続ける上での壁について取材しています。第1部の連載にはありがたいことにたくさんの反響をいただきました。母乳育児がうまくいかなくて自分のすべてを否定してしまったという話や、夫婦関係が長い間険悪になってしまったという話もありました。またお医者さんや助産師さんの言葉に傷ついたり、いろんな意見を聞いて迷ってしまったという話も多くありました。母乳育児については専門家の間でも考え方が分かれています。お母さんたちというのは育児の初心者なんですね。9日の記事に出てくる お父さんも専門家の言葉を重いと言っています。連載は単純に赤ちゃんに何を飲ませるのがいいのかということを考えるのが目的ではありません。授乳というのは育児の一番初めの大きなハードルです。その先の子育てや家族の関係にもとても影響してきます。母乳は確かにいいものです。でも母乳でなければダメというものではないと考えています。取材班では授乳のあり方に絶対的な正しい方法はないと考えています。いろんな形があっていいんだということをお母さん自身も身近な人もそれから社会全体でも受け止めていけたらと考えています。